青森市立古川中学校は青森県青森宿市2丁目に位置する公立中学校。地域との交流を重視した教育を行っている。誠実創造、自立責任、理解協力を公訓としている。1951年6月制定当時の参議院議長であった佐藤直岳氏が第3代校長新山秀太郎の依頼を受け。 特別に作られたものである。古川中学校生徒会が1982年の総会において、議案書の初めに掲げたもので、現在では、三回精神、三回などと呼ばれている。第一に、約束を守り、中学生らしい、生活態度を身につける。第二に、友情を大切にし、互いに協力し合う心を養う。第三に、何事にもファイトを燃やし、 積極的に参加するの三つである。また、三回という略称は、フェア、フレンドシップ、ファイトの頭文字を取って付けられた。篠田、千狩、千富町、屈指、金沢、柳町一丁目の一部、北金沢二丁目の一部、並館、前田一丁目の一部。ありがとうございます。